んにはどこで生まれたかを聞くと皆さん驚くかと思いますが、ちょっと聞きましょう。どこで生まれてどこに今住んでいますか？埼玉県の秩父市に住んで、秩父市から来ました。二宮のこの納涼祭も全国区になってまいりました。埼玉県から今日納涼祭にお越しでございます。そんな中ですね、ぜひ二宮で歌いたいということで、やはりエントリーをしていただきました。早速曲紹介をいたします。遠くで汽笛を聞きながらアリスが歌う歌でございます。じゃあ張り切ってどうぞ。よろしくお願いします。頑張れ。素晴らしいファン
がいるんですね、吉田さん。いや地元の、いや秩父から来た割には素晴らしい応援メールが驚きましたが、またこの年代でアリスを歌う、いや実はおじさんもアリス世代なんですけど、いやアリスは全世代にこうされているんだなというのはしみじみ分かりました。吉田さん、それでは正面にありますテントに記念品が用意してありますので、今はアリスを歌ったものだといえば分かると思いますので、ぜひ記念品を受け取ってください。ありがとうございました。吉田最高。